はい、こんにちは、レトスノーノです。本日は宅建に落ちている方の共通点について動画の最後にお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では問1です。 B が袋地所有者 A から袋地を譲り受けた場合には、 B は所有権移転の登記を完了しないと異業地に通路を開設することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ、×ですね。袋地の所有者は、異業地、これ周りを囲んでいる土地ですね。袋地の周りを囲んでいる土地の所有者に対して、袋地の所有権移転登記が完了していなくても、異業地通行権を主張できます。つまり、売買契約を締結していれば、袋地を取得しているので、異業地通行権を主張することができるということなんですね。よって B は、所有権移転登記完了していなかったとしても、異業地に通路を開設することができるので、誤りとなります。で、問2ですね。監督処分です。高県知事免許を受けている宅建業者 A が、乙県の区域内の業務に関し、乙県知事から受けた業務停止処分に違反した場合でも、乙県知事は A の免許を取り消すことはできない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、高県知事免許を受けている宅建業者 A がいて、 A が、乙県のね、例えば土地とかの取引をしたと、売買契約とかをしたと。で、その契約についてちょっと宅建業法違反があって、乙県知事から、業務停止処分を受けたと。で、業務停止処分を受けたにもかかわらず、それに違反したってことなので、業務を行ったってことなんですよね、A さんが。で、問題文は、乙県知事は A の免許を取り消すことはできない、丸か×かということなので、答えは、丸ですよね。乙県知事は A の免許を取り消すことはできません。A は、高県知事から免許をもらってますよね。つまり、高県知事が管轄してるわけですよ。その A の免許を別の知事が取り消しができるとなると、高県知事の立場ないわけですよね。したがって、これ取り消し、免許取り消しができるのは免許を与えた高県知事だけなんですね。で、指示処分とか業務停止処分。これはね、ちっちゃな処分なんで、これについては他の知事が行っても構いません。つまり、今回の問題文で言うと、乙県知事が A に対して業務停止処分をしてますよね。これは全然問題ないんですよ。ただ免許取り消しについては、免許をした高県知事しかダメですよっていう話なんですね。したがって、本問の場合っていうのは高県知事のみ A の免許を取り消すことができます。これはすごくね、重要な問題なんで絶対覚えておきましょう。で、3番ですね。用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする、丸か×かということですね。これ何書いてあるかっていうと、この特定用途制限地域っていうものが、どんな地域なのかっていうのがここに書いてあるわけなんですよ。その内容がここに書いてあるわけなんですね。で、これが丸か×かという話なんですね。で、これも考えたい方は、ちょっと動画ストップしていただいて、概要欄の方から問題の内容を確認していただければと思います。で、今回の問題、これ×になります。で、どこが×かというと、特定用途制限地域っていうのは、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域は除きます。そこで定めることができるんですね。問題文見ると、用途地域の一つであるって書いてあるんですよ。用途地域の一つである。つまり、この特定用途制限地域っていうのは、用途地域の一つなんだって言ってるわけなんですよね。用途地域っていうのは、第一種低層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、工業専用地域だったりとか、そういったものを表すんですね。13個あったと思うんですけども、わからない方はね、そちらちょっと確認していただきたいんですが、その用途地域の中に特定用途制限地域って入っていないんですね。だから、この点、誤りだというふうになります。で、これちょっと、しっかり理解する必要があるんですね。で、今回理解するための一部だけちょっとお伝えいたします。この特定用途制限地域っていうのは、文字通り、用途を制限する地域なんですね。用途を制限する。特定って入れてもいいですよ。特定の用途を制限する地域なんです。
で、何のためにこの用途を制限するかっていうと、良好な環境を形成したり、守るため。そのために用途を制限するんですね。用途っていうのはこれ使い道って話です。使い道。その土地の使い道ですね。例えばその土地について住宅用の土地として使うのか、工場用地として使うのか、商業ビル用地として使うのか、みたいなイメージです。どんな用途で使うんですかっていう意味ですね。どんな使い道なんですかっていうことです。で、この良好な環境を作ったり守ったりするためにこんな建物建てちゃいけませんよっていう風に制限すべき用途の概要を定めるんですね。で、まぁ、ちょっと具体例もあるんですけれども、ちょっと今回ですね、無料なのでちょっと具体例は控えさせていただきたいと思います。あとですね、また別途理解すべき部分があってですね、それがここの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域を除く、これがどういった区域かっていうところですね。これも、すいません、ちょっと個別指導の内容になりますので、ちょっと個別指導でお伝えする形になります。で、多くの方が、まぁ、こういった部分を丸暗記するんですよね。だから結局分からなくなっていくんですよ。で、今言ったような部分っていうものをちゃんと理解をしていくと合格するための力っていうものがついてくるんですね。なんでそういった部分をしっかりですね、理解していっていただければと思います。そして動画の初めにもお伝えした通り、現実に宅建に落ちている方に共通していることとはどんなことなのか、動画を作成させていただきましたので、こちらの真ん中の動画、ぜひご覧ください。この動画を見て宅建に落ちないために何をすべきなのかをぜひ考えていただければと思います。レトスの小野でした。